はいです。今回ですけども、今回のがね、寝起きなんですけども、おはようございます。ということで、寝起きだけど、寝癖の調子はね、大丈夫だ。ということで、はい、今回は、サプライヤーっていうね、ブランドの爆買いシリーズの第5弾かな、やっていきたいと思います。知らない人に説明しますと、サプライヤーっていうね、セレクトショップみたいなね、お店なんですけども、そこで15万円分爆買いしてきて、それをね、1点ずつ紹介するシリーズなんですけども、それのね、第5弾ということでね、まあ、過去にね、サプライヤーのね、15万円爆買いシリーズっていうね、サムネでね、統一してるんで、ぜひね、まだ見てない方はね、過去の動画も見てほしいんですけども、今回もね、僕がガチで、かっこいいアイテムをね紹介していきたいと思うんでね、ぜひ最後までご視聴お願いします。それではやっていきたいと思います。はい、ということで買いに行きましょうか。寒すぎる。僕ね、ちょっとね、これも動画にしようかなと思ってんだけど、3月の31かな、楽しみなことが僕一つあって、本当に久しぶりにすることなんですけど、ちょっとね楽しみなことがあるんで、それに向けてね3月で頑張ろうよということで、やっぱりねなんだかんだねモチベーションみたいなものが一個あると本当に頑張れるんで、まあ、ぶっちゃけ僕はね YouTube っていうもの自体が楽しいし、 YouTube っていうもの自体がモチベーションなんで、その別にモチベーションが他になくても別に僕は全然できちゃうんですけど、でもねなおさらその楽しみなことがあるとモチベーションがね高まってくるんで、なんかね何かに熱中になれない人はとりあえず一個ね自分の中で楽しみなことというか、そういうなんかご褒美を置いとくと、そのために頑張ろうってなって、それを繰り返していけばモチベーションなんていらないぐらい頑張ることが楽しくなってきたり、それが習慣になるんで、最初はねモチベーションっていうものを作ってあげると頑張りやすいというか努力しやすくなるんで、その僕みたいにね頑張ってるもの自体が好きというか、まあ僕だったら YouTube 自体がもう好きなんで、 YouTube すること自体が僕の全てだし好きだし、だからもうモチベーションなんていらないけど、例えばその勉強が嫌いだけどいい大学に行きたいとか、そういう人だったらやっぱり勉強嫌いだけどしなきゃいけないじゃないですか、いい大学行くためにはね。だからそういう人たちはやってること自体が好きじゃないものだったりすると頑張りづらいんで、そういう人たちは何かそのご褒美とかを置いてあげて、モチベーションになるものを設定しておくだけで頑張りやすいというか、マジでそうなんですよね。ほんまに頑張るって人によって価値観が全然違うというか、僕はね本当にありがたいことに楽しくて頑張れてるんで、本当に頑張るってマジでいいことなんで、それが好きなことだったらなおさら最高な人生なんで、皆さんで、ね、頑張りましょうぜ、ね、一緒に。ということでね、じゃあもうすぐローソン作るんで、ね、ロナミンシートお茶の2リットルぐらい買っとこうかな。ということで、じゃあちょっと一回ねローソン行ってきます。はい、じゃあね、じゃあ早速今からここに紹介していこうと思うんですけども、今回ねサプライヤーの15万円爆買いシリーズの第5弾かな。今回のアイテムはね今の季節にもうバッチリ、まあ今の季節っていうかその春先にはもう持ってこいというか、もうこれはもう春は主役になってくるよねみたいな感じのアイテムで、でもカラー的にね春っぽくはないんですけど、まあアイテムっていうジャンルを考えたらまあ春だねみたいな感じなんで、まあそういうねアイテムをねじゃあ早速ね紹介していこうと思うんですけども、今日ねじゃあ早速ね持ってきたんで、今ね僕のねここの手の下にあるんで紹介していこうと思います。よし、で、僕が今回買ったアイテムはこちらです。バン、今回もサプライヤーですね。じゃあということでね、こちら一回開けていきたいと思います。ということでね、じゃあ開けていきたいと思いますよ。はい、いきますよ、準備いいっすか。ということで僕が今回買ったアイテムはこちらです。バン、こちらです。バン、ハーフジップのニットです。こんな感じです。バーン、可愛くね。真ん中にサプライヤーっていうねローマ字で入ってて、これは紫ですね。紫主体でサブ色が白みたいな感じで、ちょっとねこういう風に紺も入ってるみたいな感じなんですけど、どうですか。ニットだから春先に持ってこいみたいなアイテムじゃないですか。でもカラー的には紫なんでちょっと秋っぽいんですよ。春といったら紫ではないと思うんで、紫は冬とかさそちら辺だと思うんで、カラー的にはちょっと違うんですけど、久しぶりにニット買ったわ。ハーフジップでこういう風に襟もついてて、まあちょっと可愛らしいねアイテムですね。で後ろこんな感じです。はい、僕ね結構最近その結構明るめの色とかそっちをね買ってたと思うんですよ、スウェットとかで。だけどちょっと今回はね暗めの色というかこういう感じなんで、久しぶりにこういう色も買ったんで、でちょっとねゆったりサイズでオーバーサイズで、ニット系はね僕もねそのオーバーサイズで着て可愛くね着たいなと思ってるんで、でこちらお値段がこちらで、はい、ニットだったらそんな感じだよねみたいな感じなんですけど、まあね今このアイテムがどうなってるか分かんないですけど、値段はねこのね爆買いシリーズで毎動画言ってる通りさ、僕がこの紹介してるタイミングと買ったタイミングっていうのは全然違うんで、アイテムのその在庫とかも変わってたりとかもあるんで、それはねちょっと分かんないんですけど、僕はねニットを買うときはねカラーとかデザイン性を重視して買ったりするんで、生地感とかはぶっちゃけそんなどうでもいいというか、どうでもいいまではいかないけど、デザイン重視で僕は買えますね。あとサイズ感とか。ではね、じゃあこんな感じでこれ着ていきたいと思います。はい、じゃあね、こんな感じです。どうでしょうか。まあ、一回ね、近くで見たらこんな感じということで。可愛くね、サイズ感もね、いい感じ。ちょっとね、この袖もね、ゆったりしてて。今よく見たらさ、左右で違うんだよね、色が。白メインと紺メインみたいな。ちょっとね、デザイン的に可愛い系に全振りしてるアイテムだとこれは思うんで、まあ、ちょっと子供っぽく見えがちな感じも僕はしちゃうかなとも思ったんだけど、まあ、いいや、とりあえず買ってみようと思って。買えるならもう買っちゃおうと思って。普通にもう買って、実際着てみたら、似合うやんと思って。なんか俺が着たら全然子供っぽくは見えないし、なんならその何、いい感じにその可愛さがミックスして、
全然合ってるみたいな感じで僕は思うんですけど、紫ね、僕あんまりね正直ね着たことないんですけど、てか一個持ってないんじゃない紫のアイテムっていうぐらい紫はあまり買わないんですけど、ちょっと今回ね紫主体のねアイテムを買ったということで、結構紫もいいっすね。紫も意外と似合っちゃってるパティンじゃね、 MA1 買ってるわ紫で、そこ忘れてたわ。まあそれぐらいですよ。でも紫って言っても本当にこれからちょっと紫のパーカーとかスウェットとか集めていこうかな。まあここもね可愛いよね。まあロゴドンというかさ、そういう感じだと思うんだけど、なんかロゴドンってさ、いろんなブランドハイブランドになればなるほどさ、ロゴドンってさなんか結構その賛否両論あると思うんだけど、僕は別に全然いいと思うんですよね。ロゴドン着てても、なんかロゴドン着てたら俺こんなの着てるぜみたいな自慢みたいな感じに着てるっていう風に思われるらしいんですね世間では。僕は全然ロゴドン着てもかっこいいアイテムはかっこいいし、ロゴドンでダサいアイテムも確かにあるっちゃあるっすけど、まあそのしっかりかっこいいアイテムを着てれば全然いいし、僕だってその高いブランドいっぱい買ってますけど、ロゴドンで本当にもうパッと見でもう、あこのブランドなのねっていうそのブランドのものを買ってるものだってあるし、全然僕はそういうのいいと思うんですよね。いろいろね世間でなんかいろんな SNS でその賛否両論とかありますけど、ここのブランドもねなんか賛否両論あるらしいですね TikTok で。だけど僕は全然そんなん気にしないですけどね。まあ今回ねその15万円爆買いシリーズで初めて買ったんですけど、ここのサプライヤーっていうお店で。だけど全然僕は TikTok でその賛否両論あるからといって、 TikTok で賛否両論あるからじゃあ買うのやめとこうとはなんなかったですけど、なんかそんなんダサくないですか。他人のさ、なんかその今のさ世間の風潮に流されてさ、本当は買いたいけど世間からこう思われるからじゃあ買うのやめとこうとかってなるのがダサい。マジで自分持てよ、マジで。そんなね自分持てよっていうか、その前にその服をさ着てたりしてても周りから別にどうも思われないからって思う。僕は周りを気にしてるのはほんまにダサいなって思いますよ。マジで自分持てよって思いますけど、ね、まあそんな感じでね着てみたらこんな感じですよということで、じゃあ一回全体見せたいと思います。はい、でね、こんな感じです。どうでしょうか。丈はね、こんな感じで、腰がここぐらいなんで、ちょっとね、まあ、ほんまになんていうの、ニットで言うと、ほんまにジャストというか、ニットを着る時の、本当に正解なサイズ感なのかなと思いますね。大きすぎず小さすぎるみたいな。まあでも今なんかさ、流行りのさ、なんかディーゼルとかさ、そういうところで出てるさ、もうほんまにピタッと着るニット。まあああいうのはね、ほんまにピチッと着るタイプのニットだと思うんですけど、こういうちょっとなんていう、そういう感じじゃないタイプのニットは、ほんまにこれぐらいのサイズ感が正解なのかなって、僕はちょっと思ってます。こんな感じで、どうでしょうか。かわいくない？こういう風にね、身幅もゆるっとしてる感じなんで、後ろこんな感じ最高でしょ。なんかね僕はねアイテム単体で見た時に本当にさっきも言った通り、これちょっとなんか子供っぽく見えるかなとも思ったんだけど、意外と着てみたらそうでもなくて似合ってますね。可愛いわ。似合ってるやん。まあやっぱ俺やからな、似合っちゃうな。そりゃみんなも買ってみてくれよ。僕の好きなポイントはね、この両サイド腕が違うっていうところが可愛い。こんな感じですね。まあね、新たな発見として紫がね、ぶっちゃけ今思い返したらそんな数持ってなかったんで、紫のアイテムがね、ちょっと紫もね似合うっていうのが分かったんで、これからちょっと紫もね見ていこうかなと思いましたね。やっぱニットの季節だからね、やっぱ集めていこうぜ。これからお楽しみに。はい、ということで、じゃあこんな感じでね、今回買ったアイテムがこちらのニットでしたということで、じゃあ今週も見てとおやす。はい、でね、今回の動画はね、サプライヤーの15枚爆買いシリーズの第5弾パート5ということで、今回ね、買ったのがこのニットということで、これから春にかけて、本当にニットっていうね、アイテムは結構その主役というか、春といえばニットみたいな、本当にちょうどいい気温で、まあそういう時にね、やっぱりニットっていうものはね、大活躍していくと思うんで、まあニットとかカーディガンですね。だからそういう系のアイテムね、今回もいっぱい集めていこうかなと思ってるんですけども、まあね、そんな感じのね、アイテムをね、今回買えたんで、まだこれ1枚じゃ多分寒いと思うんで、もう少しだったらこれをね、いっぱいガンガンね、着て、ここで組んでいったりとかもしようかなと思います。ほんまにね、皆さんね、動画内でもね、さっき言った通り、このブランドね、なんか TikTok で賛否両論ね、分かれてるらしいんですね。まあ、僕はあんまりそこまでね、知らないんですけど、なんかそういうのもあるらしいんですよ。だけど、皆さんね、そういう声はね、無視して、自分が好きなものを着ましょう。ほんまに。なんかね、もったいないですよ。なんかこのアイテムいいなと思ったのに、あー、このブランド賛否両論分かれてるからな、このアイテム賛否両論分かれてるからな、とかって言って、自分が欲しいものを買わないっていうのは、ほんまにもったいないと思います、マジで。自分の人生やん。なんで他人の人生やん、それ。他人の人生に流されてどうするんで。自分が主役やろ、自分の人生って。まあ僕はほんまにこれを買う時もなんか TikTok で賛否両論分かれてるみたいなことはまあ多少なりともしてたんで、まあ別にこのブランドを見た時にそういうブランドなんだと思ったんだけど、別にそういう TikTok とかでそういうのがあるからって別に僕は買わないっていう選択肢は別になかったし、いいものがあれば買うって思ってたし、だから今回もね15万円分買ったし、本当に皆さんね、まあ多少ね気にしちゃう人もいると思うんですよ、周りのことをね。でこれを着たらどう思われるかとかね思っちゃう人もいると思うんですけど、マジね、もったいないです。ほんまにもったいない。自分の人生はね、自分の好きなように生きてください。ほんまに僕見てください。そしたら僕を見て、あ、自分の人生は好きなように生きていいんだとか、自分の人生ね、やりたいことやった方が得なんだとか楽しいんだとか、そういうのを僕から感じ取ってください。僕ね、本当に動画でね、いろんなことね話したりします。いろんなこと話したりするし、いろんなことやります。動画の企画から外れて動画内でいろんなことをね、ほんまに好きなようにやってます。それをね、皆さんが見てくれてる、ほんまにありがたいことです。ただね、皆さんもね、そういうところからいろんなことをね感じ取って
って自分の人生にね生かしたりとかもしてみてほしいんでね。マジで周りの SNS とかでこのアイテムなんか3秒になるからとか、このブランドああだこうだ言われてるからとか、そういうの気にしないでね、自分の好きなものをね買ってきて楽しんでください。ほんまにねそこがマジで大事なんでね、皆さんね僕と一緒にね人生楽しみましょうということで、ちょっとね最後ね熱くなっちゃったんですけど、まあそんな感じでね、このねサプライヤー15万爆買いシリーズはあと3回ぐらい上がってくるのかな。だからねまたね直近でね上がってくるんで、ぜひねまたその動画もお楽しみにしてください。ということでじゃあねこの動画終わりたいと思います。この意味だったら高評価チャンネル登録、インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらもおやすみ、バイバイ。